元気様です。久留米地シュースの平です。声は割れてませんかね。大丈夫かな。今日は671番ということで、前回670番で見てもらいましたかね、戦略と戦術の話で、まあ、源平合戦とかですねの話をちょっとさせてもらいましたけれども、まあ、とにかく戦略が大事であると。どういうふうな作戦を立てるか、まあ、戦略と作戦はちょっとまた違うみたいですけどね。まあ、専門的な人たちはそういうふうに言いますが、まあまあ、うちの経営者研究会では、まあ、戦略と戦術と戦闘というような、この3つをちゃんと区分けして、勉強しましょうというようなことが言ってあります。はい、ということでですね、まあ、まあ、20年以上、25年ぐらい前から、もう戦略だ、戦略だというのをずっと言っておりました、私は。うん、ということで、まあ、最近の若い人たちなんかも YouTube とか使ってですね、塾予備校関係の若い人たちなんかも戦略だっていうことをだいぶ言われてますね。はい、ということでちょっと、はい、さっさと内容入りましょう。今日は長崎大学と福岡大学の経済学部に合格したという生徒前に598番で、まあ、ダイジェストでバーッと一通り解説を流していたところですね。まあ、そこを深掘りしていこうと思います。598番の深掘りです。で、2番目に、まあ、基礎の部分ですね。はい。この6時からのメンバーの基礎レベルの話として、まあ、基礎とも言えないんですけどね。基礎ほど難しいんですけどね。はい。理科社会というのは90点、70点、70点狙いですよということですね。はい。その辺の解説をしていきたいと思います。はい、ということで今日のコラムに関しては、まあ、センター試験ですね、一次試験の国語200点満点で79点で、数学200点満点で71点だったけど福岡教育大学に合格したという私の教え子で、明善高校の生徒ですね、はい、の話をちょっとコラムでやっておきたいと思います。はい、ということで今日の内容を入っていきましょうか。どうぞ。長崎大学福岡大学の経済学部で、まあ、こういうふうな点の取り方をしましたよということですね。で、この点数でどんなもんかというとですね、まあ、この子は久留米高校の下のクラスです。文系の選抜されてないクラスの方ですね。まあ、文系クラスが3クラスあるんですよ、久留米高校にですね。まあ、英語科を含めれば4クラスですけど、まあ、その今年うちから慶応に合格した慶応義塾大学の方に合格、現役合格した生徒は英語科の生徒です。で、残り3クラス普通科があって、その3クラスの中から1クラス優秀クラスが選抜されるんですね。まあ、習熟度別クラスっていうのが選抜されるんですけど、この子は選抜されてませんでした。うん。まあ、別に部活動もやってなかったんですね。うちに来る生徒としては珍しいパターンで、部活動やってないけれども、うちに来たと。で、なんでかっていうと、やっぱりその、ちょっと遠いところから通ってきてたんですね、はい、久留米市外から通ってきていた関係でやっぱちょっと部活どころじゃないと。で、勉強もそんなにそのじっくりやれるわけでもないと、久留米市でですね、はい、だから、まあ、隙間の時間を使って勉強しに来たいということで来ていたわけですけども、結構取れてるんで、おお、これで習熟度別クラスに選抜されないのかと、ね、なんでやってな感じでその子に話しかけたら、まあ、それは僕が性格悪いんで、それで習熟度別クラスに選ばれなかったんでしょうってことで冗談で彼は言ってましたけど、それないだろ、そんなことはと、ね、点数でそれは輪切りされるさというようなことですけどね。はい、ということで、もうこれだけ取ってるから、まあ、大分大学、まあ、全部経済学部ですけど、大分大学 A 判定、長崎大学、山口大学 B 判定、で、大分大学の後期でも B 判定というような形でしたから、まあ、ほぼ完璧、どこでも受かるという点数ですね。もう大体この辺のレベルの大学は、もう一次試験で合否が決まります、ほとんど決まっちゃいますから、もう二次でひっくり返すというのになると、まあ、長崎大学みたいに、配点がでかいところならまた別としてですね。うん。まあまあ、ほとんどありえないだろうというようなところではありますね。はい、ということで、ところがですよ、ところが、まあ、前回お話したように、この子は佐賀大の経済学部は C 判定だったんですね。第一志望は西南の経済学部、第二志望は佐賀大学の経済学部、第三志望が福大の経済学部で、まあ、第四志望に長崎大の経済学部というふうなところでですね、まあ、長崎に一人暮らし嫌だなと、ね、通える範囲で西南、佐賀大、福大あたりだなというようなところで彼は考えて
もう入試直前ぐらいになってですね、年末年始になってここにたどり着いたんですけども、やっぱちょっと入会遅かったんですよね。多分まだ6月の今の時点でも入会してなかったと思うんですよ、うん、だからまあ大体みんな遅れてくるとやり方がまずいんですね。もう努力の方向性が間違ってるわけですよね。はい、まあなんでかっちゅうと、この子はまあ西南とか佐賀大っちゅうたらね、もう理科ないじゃないですか。で社会も一つでいいじゃないですか。となると、ね、まあ、理科がこれ、83点も取っちゃってるんですよね。だからもう、うちに入会してきてしまった時には、もうすでにですね、もう理科が83点取れるような、理科大好きっていうような生徒だったので、ちょっと待てと、お前、文系やろっていうことで、ね、文系教科頑張れよ、こてというようなところですね、もう数学大好きとか、理科が大好きとかいう文系の子たちいるんですよ。でもちょっと待ってくれと、文系だったら英語、国語、社会頑張らんといかんやろうということでですね、もう本当にいらんことをやっとるわけですよね。まあまあ、社会の2科目目はこれ政治経済なんで、あんまり勉強してなかったんですけどね、勉強しなくて取れる科目ではありますからいいんですけれども、さあ、そういうことでですね、第一志望の西南ダメでした。はい、やっぱり英語がですね、これちょっとセンター試験の点数にしてますが、まあ、要するに66点ということですね、筆記が。まあ、リスニングが52点みたいな感じですか、まあ、共通テストに直すですね。だからこの英語で 66% ぐらいだったらですね、やっぱ西南届かないんですよ。うん、第一志望にしてもですね。はい。でも文系はひたすら英語を頑張ってねと。今もう主要教科の3教科、英語、国語、数学を勉強している時期だと思いますが、やっぱり英語は本当しっかりやってもらわないと、文系はもう英語で合否が決まっちゃいますからね。はい。ということで、もう数学なんかいいんですよ。こんな感じで。29点とかでいいんですよ。まあ、福岡大学の経済学部って数学これ、この子はちゃんとセンターのやつもですね、福岡大学出してますから数学見られてるんですよね。でこの数学の点数で福岡大学の経済学部は合否を決めますから、まあ片方が点数悪くても合格させるんですよ。片方がちゃんと取れてればですね、61点取れていればちゃんと合格させます。はい、なのでまあ福岡大学の経済学部に彼は合格して、まあ長崎大学は蹴って福岡大学に行きました。もうもったいないというかですね、うん、まあまあせっかくこれだけの成績取ってですよね、もう A 判定 B 判定とか取って、もう佐賀大学の方がですね、なんで A 判定 B 判定なんかっていうと理科ばっかりやってたっていうようなことですね。はい、これもったいないです。しっかりと作戦を立てておいてくださいねと。戦略大事ですよちなことですね。はい、ということで理科社会の戦略ですが、理科社会というのは何度も言ってるんですが90、70と。でさらにもう一つね、理科も社会も混ぜるなら90、70、70の法則だよということを押さえておいてください。文系だったら社会は90、70で理科を70ですね、理系だったら理科90、70であと社会を70という形ですね。だからさっきの生徒の場合には日本史80、政治経済が66、理科が83とですね、まず理科がいらないのに理科やっちゃったということと、もう社会もこれ2科目目いらないという西南とか佐大みたいにですね、いらないところであれば社会一つでいいというようなところであればですね、もう社会とかやる必要性もないということですね。はい、ということで、西南に受かりたいんだったらやっぱ日本史80では足りないんですよ。これもですね、さっき英語が足りないと言いましたが、さ何度も言うように90なんですね。もう日本史90点前後だから80点台でも構わないけど、87点とか88点とかそういう点数取れるようにしておかないと、80点ジャストだとですね、これは非常にやばいです。もう西南受かりません。だから西南佐大狙いであればもう政治経済は理解いらないよねと。で、次のステップですね、90、70、70のステップの次としては90、80、70ということですね。で最後に、最終的に90、90、70までいけば九州大学とか狙いますよと。九州大学とかですね、まあ文系だったら社会2つがすごく配点でかかったり、理系だったら理科2つがですね、二次試験でそこで合否が決まりますから、その理科2つを90、90とかね、一次試験の社会2つを90、90とか狙っていくことが非常に大事ですよっていうことですね。だから上に上がっていけば上がっていくほど九州大学とかに近づいていきますから、うん、ということで大事なことはですね、もう6月です。もう6月とかになってるともうあさっての方向に努力をしちゃって、ね、文系なのに理科が83とかですね、もう社会は1つでいいのに
ね、よく目標が決まってなくて2つ目の社会まで70取りに行ってしまってたとかいうふうになるともうこれも間に合わなくなりますから、ね、早めに入会してもらってうちに早めに入会してもらって戦略を一緒に立てましょうねということですね。もうこの子のようにもうちょっと手遅れになっちゃう子が本当多いんですよ、うん、努力をしてるんです。もう努力は認めます。すんげえ努力してる、こんなに点数取ってるからすげえ努力してるけどもうあさっての方向に努力しちゃってるんでね、うん、だからもう彼相当悔しかったのか、同じ久留米市街の、ね、自分が住んでる都市の後輩をですねすぐうちに紹介しました。で、俺は入会が遅かったから、ねそれでちょっと大学受験失敗したんだと、お前早めに久留米市入っとけとか、ね、先輩の紹介で来ましたっていうのは子が来ましたけどですね。はい、ということで、まあ、大体そうは言うてもね、6月入会してくれないと思うんですよ、皆さん。ね、7月の夏期講習から、やっと7月の下旬ぐらいからですね、夏期講習みたいな感じで、もたもたと入会してくるのが、まあ、大体旧大に手が届かないっていうレベルの生徒たちなんですよね。旧大に手が届かないと、まあまあ下手すると熊大、広島大、九州工業大学あたりも手が届かないみたいな生徒たちっていうのはもう夏休みになってからやっと塾を選び始めるという感じですけど、もうしょうがないやと、もうそうなるのはもう見えてますから、もうとにかく今6月とかはですね、この動画を見てもらってどういう作戦でいくべきなのか、あ、90、70、70なんだなと、それでもう理科や社会はここら辺に押さえといて、英語とか頑張らなくちゃいけないんだなということを押さえとってください。ちょっと10分回っちゃったけど言いたいことは以上でございました。はい、ということでちょっとね10分内に収めないと結構みんなきついだろうからね。はい、ということで、先ほどお話ししたコラムですけれども、まあ国語が200点満点で79しか取れてないと、これ国語が一番最悪だった2013年、2014年1月の国語の入試問題ですよ。はい、明善高校の生徒で、まあ、うちで全然勉強してる。まあまあ、そういう子たちがですね、まあ、明善高校って、筑後地区80万人の頂点に立つ高校ですから、まあまあ、そこの生徒で大体、東進とか行っちゃうんですよ。あるいは三大予備校とか行っちゃうんですよ。これで、まあ、できない子や普通の子が、明善高校からうちに来ていますけどですね、だからこういうふうにできない子が入ってくるわけですよ。でもう明らかに数学とかもですね、中学校の塾とかで、まあ、数学を教えられてなくて、もう数学ボロボロの状態、国語ボロボロの状態で明善高校にねじ込んできてるなっていうのは分かるんですよね。積み込み暗記だけで明善高校に入れてるって、もう全然伸びなかっただけれども点数悪くても私の教え子である以上は難関の大学にどんどんねじ込んでいきますからね。もうそんなもう点数が取れないだろうなんだろうが、合格させるためのテクニックならいくらでも私は持ってますから、点数が悪かろうが力がなかろうが、ね、努力さえやってくれる人であればもう遠慮なく、ね、それは佛教大とか難しいですからね、まあ、明善高校の先生からちょっと宮崎大学の教育学部にした方がいいんじゃないのみたいな感じで落とそうってな感じでですねされてましたけども、まあまあここら辺で教育学部でねエリートコースしたらやっぱり九州エリアでは佛教大ですからですね、まあ、佛教大に行くのが一番いいと思うんで、もうとにかく佛教大、彼女が言ってたお手紙で来てましたけどですね、年賀状だったかなんかかな、もう仏教大についていくのが大変、もうきついというようなことを言ってましたけどですね、もうしかしそうは言っても大学っていうのはあえて手が届かないぐらいのところにね、行くべきです。これは本当にそれぐらいやった方がいいですね。で、私も大学4年間めちゃめちゃ辛かったです。もう大学辞めたいがもう周りの生徒たちについていけないんですよ。もう福岡大学の数学科でしょとなると、もう九州大学の数学科を落ちた生徒たちばっかりで固まってるんですよね。ついていけないんですよ、レベル高すぎて。もう大学ついていけない、やめたいみたいなのが結構ありましたけどですね、でもそれが結構鍛えられますから、うん、だから中学校とか高校はまあまあぼちぼちでいいんですけれども、大学に関してはですね、もう本当に妥協は絶対しない方がいいです。もう環境大事ですから、できる限り優秀な学生たちに囲まれて勉強していた方がいいです。はい、もう本当に何ちゅうか結構やっぱ福岡市内の学生とかですね、結構性格つらいです、きついです、うん、だからこっちの久留米からですね、うちの生徒たちなんかで中高一貫校の生徒で、まあ福岡市内の中学校とかに通っている子たちなんかもいるんですけど、もうつらそうなんですよ。すんごいやっぱり風当たりというかドライな土地のですね空気にもう
もう嫌みたいな感じですね。もう何でもかんでも中学校の仕事を押し付けられちゃうわけですよ、田舎者だから、ね、もういかにして田舎者にあの中学校の私立中学校のですね仕事を押し付けるかみたいな感じでやられて、もう嫌だみたいな感じで中学校の私立中学校のね福岡市内の私立中学校の子たちうちにあの勉強しに来てますけどですね、はい、だけれどもまあまあ頑張ってます彼らはですね、はい、だからもうとにかくあのきついところ行った方がいいです。もうそれぐらいドライなぐらいにですね、もうゴリ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 やってるようなところにいた方が自分を鍛えられますので、だからもう私がいた応用数学科とかでもですね、うん、あの今度ね、コンピューターの検定試験のやつ受けに行くぞみたいな感じで、やっぱみんなバババババッとこう動いてましたからですね、あ、そこまでやらなくちゃいけないんだという話ですね。本当にこの、あの、なんというか、もうすごい、あのやってましたみんな、え、そこまでやらなくちゃいけないんだって感じですね。私もすごくショックが大きかったので、あのおすすめです。そういうふうなですね、小学校中学校高校はまあぼっちぼっちでもいいですけど、大学に関してはもう思いっきりですね、もう最後の学生生活ですから思いっきりやっとかないとですね、もうそれ就職に直結しますから、はい。ということで、久留米市就出、私が経営しておりますが、オンラインの家庭教師や学びエイドの映像授業など月額1万円からで提供してますよということですね。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。